はい、どうもこんにちは、名人です。今回はですね、妖怪ウォッチバスターズですね、やっていきます。レベル1妖怪を使ってズラルトローマルですね。普通に3回目か4回目ぐらいスカイドムーンは、でも1回もまだ勝ててないんで、はい、もうボコボコにします。で、まあ妖怪は百鬼姫です。こいつまあ強いんで、普通にまあこいつやったらなんかいけるんじゃないかなっていう気はするんですけど、まあどうですかね、あの周りの魚ですね、魚がちょっとなかなか死なないんで、あれをどうやるか。アイテムさえなんかいいやつが来れば地雷とか一気にあれですね、ぶっ殺すことができるんで。どこにおんねんあいつ。あ、なこれ、とりあえずまあアイテムで地雷か何かが来れば、あ、おにぎりか、前長期戦ね、長期戦のおにぎり来ましたよ、来ましたよ。後ろから来いよ、おい、迎え撃しとんや、やめろ。これでも魚釣るんをなんかやめられへんのかな、あれなんや、あいつ攻撃か、もう攻撃置いとこう、もう回復だけはちょっと打ってほしいな、もうゴリ押しで。おい、よいしょ、回復するよ、回復するよ、そんな回復は、あれもオッケーオッケー。おお、やばい、なんか生まれてったぞ、ちゃ、こっちこっち、はい、若干減りが早いかな、体力でも回復と、ちょ待って、やばい、まずい、それはやっぱ殺さなあかんな。一体やったらオッケーやけど、うわー来た、はい、おにぎり、おにぎり食ってこれで、ね、移動しながらもう殺しますよ。はい来た、みんな止まるんかな、はい、攻撃攻撃攻撃、オッケー、でも今までよりかなんか手応えがあるみたい、ある感じはするな。あの赤早えな、ウゴくん、やめろ、あかん、死にかけや、おにぎり来い、長期戦やもうこんな、おにぎりちゃうかった、やめろ、うわ、はあ、あかん、勝てないね、ちょっと。何やったら勝てるんだろう、レベル1じゃ無理なのか、あいつが強すぎるのか、ツラルトローマルは。逆にこの辺やったらいけるとかなんかな、イカ、三つまたゆ、あ、イカ、イカ行ってみよう、一回。焼き目で。イカかもネギ町。撃破します。まあまあ、百鬼姫はもともと強いキャラなんで。はい、行きますよ、行きますよ。とりあえずアイテムね。いいアイテムさえ来てくれれば、勝ちは確定するんです。まあ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 。オッケーオッケー。うい。どこ行きまい、あー、そこにもアイテムある。イカ。見回り鬼がちょっとうざいんでね。ちょっと。バレないように。こっち来て。とりあえずこのアイテムを見とこう。スタミナがいらんな。やめろ、バレてないぞ。オッケーオッケー。あれ、この辺におるはず。あ、危ない危ない危ない。どっちか。
イカいた、危ねえ。うおー、あいつやばいな。えげついの、えげつい攻撃をしていくよ。次かビームは、ちゃうんかい。この次ビーム、オッケーオッケー、なるほど。3回ビームの後、3回ビームちゃうわ、3回攻撃の後破壊光線をしてくると。あかん、あかん、あぶねえ。破壊光線若干早い。ほんで見回るようにえげつない。あい、あかん、うおーやん、バーリクラ、バーリクラをやん。おい、今のうちに、今のうちにね、回復ね、回復ね、回復ね。あれ食らったえげついな、ちょっと半端ないわあれ。だいぶびっくりした。来い、君がそうやっているね、俺は回復する。このオーティオナなんか、次2回目、3回目、これで来ると。ええぞ、こいつ確かなんか2段階目まであったからな。もちこちこ、もちこちこ、とりあえず見回るようには倒す。なんでやねん、なんでやねん、これほんまに。あかん、やめろ、あぶねえ。今死んだかもだ、ほんまに。アイテムある、やめて、やめて。はい、何言うとんのや。あかん、あかん、あかん、スタミナが、スタミナやった。ちょっとボコって、でももうちょいや、1段階目制覇まで。見回るように多い、それならんわ。おい、逃げるで、そんなごめんやけど、相手にしてる暇ありません。もうちょいや、痛い、あかん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 、あぶねえ。もうちょいもうちょいもうちょい、ええぜええぜええぜ、ちょっとこっちこい、出てこい出てこい、表出てこい。あかん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 、全角いけるのか。オッケー、こっからや勝負は。きたー、はい、6番。よいしょ。こいつは結構パターンは同じだと思うから。はい。ちょっと待って、危ねえ。びっくりした、今。はい、音が変わったな、いきなり。来るぞ、はい。いや、横で当たる？何？あ、やめろ！あかん！やばい！歯車がちょっと狂ってきた。オッケー！立て直す。冷静に見たらこんなにいけるんや。落ち着けよ、落ち着けよ。はい。しゃあ。まあ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 、何？危な、急に暴れだした、色変わった。
こっちの近くにおれば。痛い。おい。あ、これいけるな、でも。危ねえ。危ねえ。ちょうど間を。いかか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 。むしろ見回るようなてか、むしろ。あ、いた、当たっても天気。あがん。ドリル。割り食らった。いって、せこ。さあ、はめ技的な。次のコインサイクル上がったら、はい、避けます。回復です。オッケー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 。これはでもいけそうやな。はい。問題は、釣られたローマルなんですよ。あいつにいつかリベンジしたい。危ねえ。自分でもどうなってるのかわかりませんけど。はい、もうちょい。あ、デジ。おら。おら。これで終わりじゃい。しゃあ。153。一人でこんだけ行って初めてかもしれん。あぶね。出られへんかった。あんな食らった一撃やで、おい。で、無事あれか。無事成功。はい、150。オッケー。まあ。イカカモネギは、余裕でしたね。ただ問題は、まあ、めっちゃ負けてる。あの、釣られた太郎丸。あいつを倒すまでは僕はこの挑戦やめません。誰これ。マムシ行事。初めて見た。マムシ行事。めっちゃこいつ。マムシ。すいません。はい。あ、初めてや。誰これ。オッケー。はい、というわけですね。まあ、イカカマネギ一丁には勝ったんですけど、こいつですね、釣られたオロマル。なかなか勝てないですね。周りの魚が鬱陶すぎて。でもまあ、こいつに勝てるまでなんとか頑張りたいと思います。というわけで終わります。ありがとうございました。